出ました、レアキャラ出現。レアキャラ、はい、少ないよ、あれ、少ない、あ、出てる、出てる、これ、うちのオーナー出ました、はい、なんで来たん。いやいや、さっきも寝てたわ。いやもうコンって言ったからこっち呼んだのに、びっくりするよ、 SNS でも紹介してないし。あ、いや寝てた寝てた、まあ一応ね、オーナー寝てた、一応自己紹介なんですけど、こちら、ね、フィノのオーナー、ミルクオーナー、そう、こっちの人がね、フィノを作った人です。そう、そうね、それに、それにその力で働かさせられてる、佐藤銀店長です。あ、お願いします。悪いやけど、こちら一部のカリスマ店長です。こちら、わかります。で、こちらが二部の、はい、なんで外したん。元プロ野球選手、そう、松井秀喜選手です。違うわ、うん、あいって言わんわ、滑んなよそこで。松井秀喜選手です。うん、あい、そう、つれえやろ一番急すぎる。そんなことで、ね、はい、このメンバーやっていくんでね、やりましょう、いきます、いつものやつ、はい、はい、いつものやつ、はい、はい、今日のリクト。なんで俺した。なんかカロリーでいいやん、カロリーヨーグルト飲む。オーナーがなんかね、酒飲みたいらしくて。出た、やがましね、やがましい。あー、もう二日目なのにね、もう、うん、そう、こちらがね、あずさ店長。そうなんです。いや、顔ちゃんと見せろよ。すいません、はい、そう、すいません。2部の店長ね。そうですね、2部で、あんまり面識ない人も、そうそう、でもまあ、2部をね、1から作ってるんですね。そうなんですよね。そうそう、最近どうです、2部は。最近2部ですか、もう絶好調で忙しいですね。そうですか、はい、はい、行こう。はい、行こう、次行こう。オーナーね、あの、お酒探してるから、そこで。もうほっとこう。左の人、プーさんみたい。おー、俺、俺プーさん、プーさんじゃない、ね、プーさんやってもらっていいですか。ジャンパー脱げよ、室内で。もうこれカッコつけんなよ、いいやん、ちょっとつけんなよ、流行ってんの、流行ってんの、貸して貸して、俺もやりたいやりたい。いや、いいよ、今日格好とか全然いい。あー、ぽいね、いる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 、あれ、あの、乗ってそう、あれ、あの、セグウェイ、セグウェイ、セグウェイ、今日おったもん。いや、めっちゃ居酒屋行ったら最近たまにね、セグウェイ貸して貸して、じゃあ今日貸して。おったもん、今日借りとこわ。じゃあセグウェイ表って言ったもん、今日借りとく。じゃあ飲んなよって話。いいよ、本当に、本当に、よし、似合うね、でもね。でも地元友達やもんね、3人ね、うん、そうそう、はい、そうなんです、僕たちね。いや、3人じゃなくて、ていうか、ここで言ったもん、ここ4人がほぼ地元一緒ということで、ほぼほぼね、ほぼ、うん、ほぼ、うん、うん、そうなんですね、うん、いや、テンション低くない。多分ちょっと緊張しとるね。この前なんか2部のニコ生に出てて、うん、こいつうえぇみたいなやってたくせに、これちょっと生きとったわけね。生きて生きてこれないよ、なんかしますね、今日ね。どうしたの、もう葬式帰り。誰が葬式帰りや、真っ暗やけども。あれどうした。お、いや、さっきまで俺もうテンション高くて、よっしゃーって感じだけど、リフトが、リフトが来た瞬間に、うん、めっちゃ怒られたけん。なんで怒られたの、なんで怒られたの。お前ら無駄遣いじゃないんだよ。いや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 、違う違う違う。俺はね、その、この2人を今日出そうとしてて、そう、なんか、出て、なんかいきなり。もともとの。いや、だから、この人はこの人で、別枠を用意してるわけね。別枠を。次元が違うけど。なるほど。もったいないじゃんみたいな、うん、だから帰って帰ってって、帰って帰ってって言って豪華にしようみたいなね。そうそうそう、まあ、でもなんかちょっとネガティブ思考、自分で言っちゃってるんだからすごい痛いやつだ。ネガティブ思考というかね、まあ、でも今日はもうしょうがなく豪華メンバーにねしてきました、ね、そうね、で言ったらだってね、もう店長店長大野やからね、なんかすごい人よね、すごいよ、ね、そうそう、大根大根、豪華やろね、見る人は。どうなんやろね、見てる側からしたらよくわからんやろけど。わからんやろね。顔も出せって。出てねえし。だから出せよ。つやこいとね。つやこいと。何が？つやこいと。わからんし。片面ね、片面つけど。方言わかんないから。格好つけど。わかんねえから。から説明よ。あ、説明？ああ、説明しようって。いや、博多弁でちょっと自己紹介してや。説明しよう。博多弁で。博多弁一番得意なのはもう。うん。俺が博多の佐藤。めっちゃ緊張しとるやん。もう一回いいよ、もう一回。もう俺、やめよう、やめよう、やめよう、無理やん、無理やん、やめよう、やめよう、無理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 。もう一回、ちゃんとカメラ見てな。俺が博多の佐藤銀太。顔でかやめろよ。あ、ごめん。それはお前らの顔と比べたらしゃあないばってんの。
え、感情どこ行ったの。いやいや、ごめんごめん、感情戻す。いやいや、次、いやいや、感情、こいつやらして、感情、感情、これやらして、これやらして、自己紹介やれって、普通入れてく、いいけん、やれって。何が自己紹介だよ。何が別に、さっきしたしね。カッコつけんな、カッコつけんな、カッコつけんな。佐藤は写真撮るときどういうポーズするの。俺が写真撮るとき、だいたいやっぱ写真になると、あ、はい、おお。ちなみに、大根は俺だいたいこれだかな。だいたいお前もファイティングポーズな。一応、いやいや、ファイティング。いやいや、違うけ。それ誰、それ誰、ハグやん、お前。開きってないやろ。いや、誰それ。いや、またの開き。豪快じゃねえ。いや、知らん。お前、またの開きしないやろ。知らん。こうやって。俺、分からんの？こうやって。流行ってるからね、今ね。いい感じになってる？いや、なっとるよ。バッチリ。やろ？足は、こういう感じじゃないとダメだから、足はね。めっちゃ開かないじゃん。そうそうそう。ツイッターにアップしてたんで。これ流行らしたいからね。そうそうそう。どんなポーズやったの。俺は大体こうやね。なんで音止まる。ちょっと、うまいな、ほんとに。じゃあ3人でやろうか。一回一回。一回じゃあポージングをね。ハマってるよ、ポージング。いろんなポーズ。それぞれの。そうそう、今オーナーも考えてるから。今、とりあえず3人でやってみよう。さっきのポーズでいいと。いやいや、自分が思う、はい、チーズで。うん。いますか。あ、いいよ。うん、いきます。はい、チーズ。ナショト。いや、なんでナショト。びっくりした。いや、今3、2、1で絶対するやん。いやいや、びっくりしたわ。なんでそして息あったん。話し合ったん。話し合ったぞ。びっくりした。いや、逆にすごい気になるね、やっぱね。いや、なんで話変えると。まあいいけど、まあ地元の友達やから、一陸ってね、なんか言う人少ないからね、ちょっと。一陸ってな、まあ初め陸って1やんか、1やんか、数字の。そうそうそう、多分ね、昔の仲良かったね。一陸オーナーのポーズ期待。ああ、やっぱオーナーはね、もうね、オーナーもやっべえぞやね。おお、せっかく地元のメンバーやからね。地元のメンバーやから、やっぱなんか、まあまあね、昔話みたいなね。昔話どんな子やったか。ああ、昔はどんな子やった。ああ、いいね、いいね、いいね。見た目で分かる通りね、もう出てるからね。ああ、出てる出てる。見た目が、もう腕組ん同士。面白いエピソードみたいなね。面白いエピソード、いっぱいあるね。あるある、いっぱいある。でもちょっと話しづらいことばっかりやから、ちょっとね、ちょっとなんかね、ピー入っちゃうね。ピーしか入らん。どんな子だったのって気になるね。まあでも3人ともサッカー部やね、まずは。ああ、ゴールキーパー、ゴールキーパー、キャプテン、キャプテン、ポカリ作り。そうそう、これね、運動全然できないから。俺運動できそうやんね。でも全然できない。え、でもバックやん、一緒やん、ポジションは。バック運動できそうやんね、めっちゃ。ああ、面白い話あったよ。こういうね、りっくんはね、すごいいたずら好きでね、やっぱこう試合が休憩があるじゃん、休憩ありますね。その時にさ、疲れた、ちょっとポカリちょうだいって言うじゃん。で、作る係やったね。作ってね、おしっこ入れるかも。いや、おい言うなって、お前ここでここで言うなや。おい、ポカリにおしっこ入れた話は言うな。びっくりしたよ。やめよってよ。中学生の時はね、でもあれ。そうね、まあまあ、中学校の時なんかね、中学生そういうのをね、その生徒会長がサッカー部やって、その時生徒会長に「はい」っつったら、あの「ペー」って言ったって、次の日どうやって、次の日は腹痛で休んでた。最悪や、それ絶対それ原因やろ。先生に「大石君は」っつったら「腹痛で休んでます」って。やばいね、やばい、それはやばい。いや、そういうエピソードとかあるんだ。いや、もうだけど、振るなって。なんでやめろ。いや、地元一緒やん。いや、一緒だよ。そんな仲良くねえし。そんな仲良くねえし。そんな仲良くねえし、言うて。なんか、実家の飯が2日に1回おでんとか。だそういうのは、俺の恥ずかしいエピソードだってあるけどね。おぉ、あるよ。だいたい俺んちはね、だいたい、あ、まあ俺の父さん、まあおでんが好きな。うん。まあ好きとか貧乏っていうのもあったっちゃけど、父さんっていうよね。まあ俺父さんって、お父さんのおでんがね。で、そう、おでんがあってね、そのおでんをいつも俺ん家に来たら、二人がなんかそのおでんネタをまずいじるっちゃんね。で、そのおでんネタをいじるのはいいけど、俺ん家にね、あのカレーのココイチのね、昔グラスがあったんですよね。グラスがカレーココイチのね、まあ多分あんま二人とも聞いてないと思うけど、俺一人で喋るけど、カレー長くなるよ、長くなるけど、カレーココイチのそのグラスがあるっていうか、それにね、いつも俺がね、何を入れてるかって、まあ俺じゃないっていうか、俺の父さんが何を入れてる、まあこう入れ歯を入れてんだよね、入れ歯を。で、その入れ歯を見て、こいつら二人がキャッキャキャッキャ笑って、こうおでんも油ハットやんみたいな。ん、オムライスが、オムライスそのなんかこうしよったけんやろね、多分。おでんじゃ、おでんやけん。オムライスはケチャップ派、デミ派。俺はケチャップやけど。ごめん、話聞いてなかった。ふざけんな、話聞いてなかったじゃねえし、何しよったってやじゃん。一緒やね、一緒一緒。いや、お前らも聞いてなかったとや。いや、でもね、でもこういうね、何の話だっけ。そういう話いっぱいあるよね、そういう話いっぱいある、いっぱいあるやろ。お前んちはな、一応これ先輩なのに1個やんね。そう、まあね、最初の頃は立山先輩って呼んでてね。そう、出た、立山先輩、うん、そうね、さんって言われてたから、先輩とかね。そう、1個やなよ。
これそうそうそうこれこれって言うなよ。で1個上の坂部のキャプテンだよ。そうそうそう怖かったね。怖かった怖かったよ。正直怖かったね。怖かったよ。お前ら外周走ってこいみたいなね。嘘つけやろ。はいおいちょっと見えんとこでずっと歩いてくる。それ最近知ったさ。最近知ったっけ。大体サボる。大体こうしてて、うん、裏のあの角ら辺が見えるとこだけ。みんな2周ぐらいしちょっと俺らまだ1周しかしてない。そうそうそう大体もうサボっとった裏で、うん、ね。面白かったね。でもね面白かったね。うん、まあ、今だよね、うん、いや顎で使われるけどね。うん、うん、って言うな。顎か。まあまあ、でもそんぐらい仲いいってことよね。うん、うん、ねえ、でも長いよね、そしたらね。そうか、この前の年越しも3人で、ね、ずっと一緒行ってね。ねえ福岡に帰って面白かったね。そうそうそう、途中からな、うん、おらんくなったけどね。あれどうした？いやいや、ラーメン、ラーメン、ラーメンうまかったね。なんか、博多の男は、うんうん、友達大事やけんとか言って、うん、なんか、いやラーメンうまかったね。ラーメン食って振り返っておらんやったね。振り返って、ね、で俺ら泊まるとこなくて、3日間泊まるとこなくて、ラブホーとか泊まってて、うん、で、うん、このホテルにしよっか、佐藤ちゃんもおらんやん、おらんやったね。おらんやって。おらんやった。意味わかんないってね。いや、おるやん。KY。全然意味わかんない。しかも、なんかね、そうだったね。福岡着いた瞬間の。いやいや、すごいよ。あのね、福岡着いた瞬間。なんか東京の時はなんか普通にこう歩くけど、福岡着いたらもう。うんうん。ああ、そうそうそう。もっとじゃない。みたいな。もっと、もっと、もっとすごい。いや、だけど、結局それなったら豪快じゃやろ。だけど、だいたい覚えてきたよ、豪快じゃを。それだからもう。俺らもあぜん。いや、そんな偉そうに歩いてない。普通に言うて佐藤なんかちょっと変わったよね。変わったよね。なんかいつも通りやん。いきなりなんか、あーもしもし今福岡着いたけん受け食いやみたいな。車出せやみたいな。そうそうそう、そういう俺ら足ないけんねえ。すっげえ怖や。やってない。やろうよ。何を何をや。やってるやん、いつも。いや、やってない、やってない。いや、びっくりしたね、でもね。いや、ほんとびっくりした。地元帰った瞬間、なんか、自己肩切って歩くか、自己寝とるか、どっちか。自己中の塊みたいな。寝てはない。やっぱ楽しいや、福岡帰ったら。のくせに、お母さんに挨拶だけついてきてとか。俺らね、俺ら、俺らもこう。おはようございます。はぁみたいな。なんで俺らついて。いいや、俺、いや、新年始まった時、いや、知っとったやん、ずっと一緒やん。そこ座っとっていいですよ、みたいな。なんか全然座れんしさ、なんか。ぬるいコーヒー出されてる。ぬるいコーヒー知らんけど、コーヒー飲んでるのにね。俺んちバカにすんな、お前ら。なんで俺の母ちゃん優しかったろ。意味わからんし、全然。お前の父ちゃんはチリチリパーマやないか。俺の父ちゃんの話。あ、ごめん、NG。父ちゃんの話 NG な。知らんやったけど、最初から言っとってくれ。でも、刑事の意味はこれやったね、俺。ほんと。すぐおらんくなる。難所どうしたらもう、なんか、寝た初詣やったっけ。まずテンションが低い。ねえ、こっちやったら、もしもしやねえ、こっちは。ずっと一緒だったけ。ずっとって3日間。なんで俺ら、東京でも一緒年越して最初にしたこと覚えとる俺ら。一番最初にしたこと。年越して、起きて、じゃあ何しよっか。スタバでコーヒーやけ、俺ら。おしゃれやろうが。いや、それはおしゃれやろ。東京じゃできん。しかも、俺ら、今27で28ないけど、27の同窓会に来たけど。あ、来たね。あ、来たね、そういえば。一周、一周行こうよ、みたいな。うん、一周行こうよ、みたいな。端っこの方で。端っこの方で。めっちゃ気使われてる。いや、それ使うわ、みんな。みんな、しかも聞いたけど、みんななんか怖い人と思っとったらしい。いや、それは怖いよ。それは怖いでしょ、仲良くなりすぎたけど。この目つきやったら。なんで、どんな目つきよ。いや、鋭いね。鋭い？マスクしとったらちょっと、キムタクっぽいね。ちょ、待てよ。おー。キムタクっぽいのっていうか、ほんとに。ね。あ、そう。ほんとに。あ、そう。分かってないっすか？流さないっすか？顔が近い。顔が近い。いや、マスクしたら誰でもイケメンになるやろ、多分。最近多いね。マスクあります？マスク。あります？マスクしたら誰でも普通にイケメン。なる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 。なるよ、なるよ。絶対なるよ。気になる気になる。マスクしたらイケメンだよねってね。そりゃそうよ。もつ鍋食べようぜって。うんうん。顎出して。あ、そうだね。一応。これで分かるかな。あ、分からんね。横向いたら。一回横向いてみたら。出てる？出てる。あ、出てる。出てるね。出とうね。やっぱ出とう。顎なしに。出したし今。出したし。出る、似てるね。じゃあ佐藤の後輩とかもやっぱ見てんじゃない？見てない。いや見てないと思う。あいつはそういうのあんま見らん。うわあいつら見てる。あいつら出た出た。中1秒中1秒。あ中2やないね。あ中2じゃない。中1やから。あれだっす。思ったより出てた。あっち向いて。あっち向いて。一応あっち向いて。耳こっち。あっち向いて。後ろ向いて。分かったやろお笑いが。ちょ待って待って。そういう。分かっとるやろマスクが。ねえでも結構漏れるけんねマスクってね。でもな本当。あ、俺髪なし似とるかね。いや、俺ってか自分でセットしたのこれ。いや、これは今日ちょっとしたけど。うん。すごいね。え、自分で？そうそうそう。すご。何しようと？
大丈夫、病院行く。病院行か、大丈夫。風邪どうしたん。いや、うん、だ行ったあのね、君たちのゴムと違って伸びんけん、これちょっと見せ、一回見せ、ちゃんと見たら。あ、やっぱいや、なんか売ってそう、変な。もうちょっと、ね、もうちょっとこの辺ぼ隠してほしいよね、もうちょっと。おお、ほら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 、てか、デコ広くね。いいんじゃ、いいじゃん。あげん、貸し貸して。あ、やっぱり。ご家族みたいってよ。あ、いや、やっぱ、潔癖やった。いや、歯磨きしたわ。いや、俺潔癖やからいい。そういう問題や。あ、俺も、あ、やっぱいいよ。いや、聞いてねえし、なんその、性病じゃねえし。君たちのその、潔癖加減結構、だり。いや、なんか友達なのに君たちって言われるとさ、距離感じるわ、ちょっと。別、おちょっとか一緒飲めやいいよ。断固拒否。断固拒否。断固拒否じゃねえ。変わった、変わった。君たちがね。変わってないアピールしてじゃん。太った、太った。誰の変わってない。俺変わってない。俺変わってない。博多の男はいつも。どげんねん。どげんねん。誰がハゲじゃん。うん、誰が、うん、全然拾わないや。どうした度胸。どうした調べ。ノリ悪いは。俺もよ。ノリ悪いはドラえもん。ドラえもん。のび太くん。いや、ドラえもんの一発芸してって書いてあった、うん、いや、そのドラえもんの一発芸はできんけど、うん、まぁ、あ、ちょっと今日、うん、正直、うん、暴れるくん調べた。おぉ、やりたいんや。うん、やってみようと思う。あんま一発芸したくなかったけど、うん、今日はまあリクトがせっかく誘ってくれたけん、うん、暴れる君一個しとこうかなと思って、うん、じゃあ蜂蜜食べれるってちょっと言って、うん、いや違う、暴れる君が暴れる君がいやあの暴れる君が飲食店の従業員のやつ、うん、いやそのうん、なごなるけどね。いやまた今度しょ、また今度しょ、暴れる君のやつ。蜂蜜食べれる、蜂蜜はいけると、蜂蜜食べれるって、蜂蜜食べれるってどういうこと。そのいや、やってって言ってんじゃん、みんなよ。誰でみんなやってんじゃん。暴れる君が蜂蜜食べれるって。暴れる君が蜂蜜食べれるって。3、3、2、2、1、1。暴れる君じゃない。2016年、ブラックソード銀座店オープン。俺がやりたいと思ったからやらなきゃ気が済まない。経験者大募集。すいません、あのね、こちらの不都合で。いや、ほんと申し訳ないですね、はい、もう一度やりますので、うん、ちょ、やるんかい、やるとお願いします。いや、やめとこ。え、何をすると、俺。いや、打ち合わせしたやん、CM の間。いや、してねえけ、ほとんど無言だ。うまいな、お前らウーロン茶のブラック。寒い、どういうこと、どういうことじゃ、早くやって、時間ないから、うん、何やったっけ。暴れる君が、暴れる君が何したらいいと。よしそのね、暴れる君が、まああのね、マカロニサラダで、うん、そのマカロニサラダなのにマカロニを忘れた店長に対して物言うとき、うん、マカロニサラダなのに難しい。あ、オッケー、そう、あるじゃん。いいよ、いいよ、はい、あ、サンさんいる。3、3、2、2、1、1。え、店長、マカロニサラダ忘れたんですか。何してるんですか、マカロニサラダ従業員みんなマカロニサラダ探してましたよっていう感じっちゃけど。でも一応ムービーで調べて、一応、いや、うまい、普通にうまい。入れるんやね、一応ね、それ俺流やん。一応こうなるのは入れるだけ。似てる。いちいちせんで、おっぱいねえって俺ね。従業員ちょっと噛み噛みやったけど。いやもうやめて、そういうの。わかるやん。いや、でも似てた。マジで、うん、似てたけど、もうちょっと短い方がいいかも。そうね。いや、すごいね。でも勉強してきたのね。いや、もう緊張したけど、噛み噛みね。レベル高い、やっぱり。やめろ、あげる。さすが元芸人。誰が芸人の出川や。え、言ってないけど、どうした、言ってないやん。振ったの君たちね。じゃあ数字数えてみて、指で。いや、どう数えると、俺が数えると、うん、1、2。おお、出川、知ってんの、誰が出川、知ってんの。いや、ごめん、知らん、そのネタ。銀ちゃんきついよ。いや、きついよ。いや、もう限界よ、俺も限界、助けて。もう誰が出川にしか見えない。出川のモノマネ練習しとけばいいやん。そうやね、出川のモノマネは難しい。あれ、やばいよ。こっちの方が太って見えるわ。こっちで見るとそんなない。っていうか、ほら、いや、俺もう4キロ痩せたとよ。いや、その博多弁いきなり言われても、ね、いや、
福岡の時結構普通に博多弁やったやん。なんか何とよとか言われても、いや土源するとって言ったし今土源何呪文それルパン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 三世な事件やろこっちなあーって言うな真顔であーって言うな左の人何歳ってよ左の人って誰どっちどっち左ってどっちみんなが見とうのはこれやったらこうじゃない27、28、27だよそう佐藤さん甘い方なそれシュガーなやろ言うよ出川が左ってで、うん、出川左やね、うん、なんで教えるの出川が左出川何歳のどういうこと、うん、俺が27おーなやべえやべえマジやべえと思うそのあ間違えたやべえぞいや使ってってオーナーが言うやべえぞここで俺に来たいきなりてかいつなったらオーナー戻ってくると思うオーナーはなんかあっちで見てるよなんかずっとニヤニヤしてる本当にねえ、ねいや、これ朝今日ね、出てきた感じでね戻って、ね、来てほしいよね、オーナーに、ね、視聴者は望んでる欲しがってる、欲しがってるよ、みんなオーナーをね、全然出てくれん ねまあ、オーナーは今度単品で出すね、単品で、うん、そうそうそう一人で一人で出すけど、オーナー一人いけるいける、いける、いける一人でいけるそれ見よういやでも佐藤、眉毛描いた方がいいんじゃないいや、そうね、細すぎると思うよ、ね、あ、そう、エリアシねエリアシいや、でも、見て切って、それ長いよね、横とか切ってこれ切ってこれ切ったよいや、だけど、どういうことどういうこと長いよね、やっぱね切ってこれはね眉毛も細いし俺とか全然襟足、どう、うん、あ、普通やね全然普通、うんうんうん、普通、顎出とるねあ、出た、顎これどうこれ全然ないよないやろいや、長いよ、だけ髪型変わらんしね、ずっとないよね髪型変わらん、うん、いや、ないっていうか、この辺を長い人はしゃいいやんていうか髪明るすぎやけん暗くしたらもうちょいまあまあまあ黒く一回今度暗くしようかなと思って暗くする黒してみたら3日間3日間いや逆にやってみたらなんか面白そうだけど短期間だけその間オーナーからキャンセル出ましたいやサプライズサプライズいや権力ないけ権力ないいやそういう問題だよ一回引こう一回引くここは一回引こう下がろう下がろう3本見ないの一応家から持ってきたたまには黒したいやんねうんそうねうん3日期間限定3日その日だけ休みの日にいいね。いや意味ねえやろ。見てみたい。逆にさ、この髪型はそのみんなからしたらどういう風に見えとうとかやん。ヤンキーっぽいのか。確かに。うん、そう。男らしいのか。でも歌舞伎町に結構おるよこういう髪型。でも佐藤結構モテるもんね。ええー。いやいやいや地元って。ああれ昔。あの時はね。うん、モテ本当モテるんよ。やっぱ中身がね。いい男なんやっぱ博多の男やからそうそうそう、うん、もうついてこいよそう、うん、ついてこいよ出てこいよ出てこいよ迎えこいよ、うんうん、いいことちょうだいよいいことちょうだい一ちょっかえって一ちょっかいよいやそれ宮崎か、うん、宮崎弁ダメなやつでもほんとモテるよね佐藤ほんとモテる男らしい人が好きっていう人はね多分一番そうそうみんなが思ってるよりモテる、うんどうした？どうした？ちょっとテレ東とちょっと引くんだけど。テレ東そういうの。引くんだって言うな。いやいやマジそういうの無理なんだけど。引く、うん、引くって言った。引くんだけど。マジそれ無理なんだけど。うん、そう標準語やめろよ。何が？気持ち悪いったい。いや一回ミリ画面自分の。いやいや。俺それ否めないみたいに言ってよなんか。なんかね。おおやばほら。一応スルーしてあげたんやけど。いやちょ本当ない。男らしい一発芸。本当ない。男らしい一発芸。まさに。みんな博多弁で行らしいの喋っても行らしい。いやだけど普通にほり。これかこれ。男らしい一発芸はね。ちょっと待って、ちょっと喉乾いた佐藤ほら氷あるから。氷あるから。喉乾いたってね。氷あるから氷あるから。喉乾いた。おおあワイルドおおあおお男らしいワイルドだろおおモテるわいやオーナーの目が怖いオーナーの目が怖いもう一回見てない人いるからもう見てない人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 おおかわいい仮面うわっ一応もうはい一応吐き出しな吐き出しな吐き出しなでも好きやもんねいじられるのね、うんうん、こうもしねお店来た人とかね、うん、気軽にねそうなのキャッシャーにねいつもいるから「うん、おう出川」みたいな感じで、ねうん、たら多分ね、うんうん、多分突っ込んでくれると思う元芸人、うん、もういいよ出して喋れんやん全然言わんや、うん
でもあともう3分4分もう、うん、そうだよ早いね早いどうした元芸人なんだっけ、うん、いいやろ自称どうなんやろね M そうには見えんでしょでもいやド M やいつの間にかド M やろド M やかいやド M よ一番のド M やろやっぱ私があんた一番ド M じゃないそうね昔ね、うんうん、りっくんのね家でね、うんうん、あの熱湯に入れられたいやいやだからちょっと待ってあの、ね、俺が悪くなるからやめて親しめられたやめてやめてやめて俺がそういう風になるから何がいやいやいやそれを背中も洗ってやったやつ洗ってお前それヘチマやろ俺本物のヘチマのやつあの血が出るやつ思いっきり笑いながら現れたしなんで家にヘチマあるとやって思ったけどねいや北海道でも俺風呂でずっと全部水よ、うん、俺洋服着とうのに、うん、おーおーおーおなになになに誰に誰に北海道で北海道でお前お前なんかお俺の部屋来てからお前俺風呂入ろうとしよったらお前、うん、いいけ風呂入れ風呂入れとか言って入ったらお前洋服着とうのによ風呂入れって靴下も履いとうしおとお前水しかけてきていや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 マジビビったけあれは水なら乾くかなってそのびしょ濡れやけん違うのやったら悪いと思うけど水やったら乾くやんしかも10代さんのベッドに氷ぶちまくしいやいやそんななんか俺がやったみたいなやめてよ、うん、夢やさ夢水かけられたの夢熱湯めっちゃ受けたわでも今思い出した熱湯はねめっちゃ受けたわ本当にヘチマずっと上から蓋押さえとくめっちゃ熱い多分、ね、熱い47度ぐらいねえめっちゃ受けたあれ楽しかったね昔はね、うん、そうやねほんとね面白かったね昔は毎日寝てたしね一緒にねみんなでやねでもねりっくんちはねあのベッドがねあちょっとなんかあのタイプやんね二段ベッドのねそうそう上のタイプで起きるとちょっと天井に上がってるのねめっちゃ近いめっちゃ近いから天井ね、うん、起きたらこう起きないからねいやいやそこまでないからこう起きないそこまでないおはようって言われる、ね、懐かしいねあと1分あと1分早っそうね、うん、ねなんかあるけイベント2部あるなんかイベント2部は、うん、お互い感謝だよねあ、つい感謝デーで、まあ、一番飲み放題だよ、みたいなね、うん、一番持ってこいや、みたいなね、そうそうそう、同じです。ね。で、こちら、2部の店、一部の店長ね、うん、覚えてやってください。佐藤銀店長です、こちら。全然喋らんやん、うん、そうそうそう絶対資格過敏やろ。で、みんな、あんまね、2部の人見てるか分かんないけど、ねうん、2部の松井秀喜選手。は、うん、い。いや、なんか言えやん。あ、そういう感じか。なるほど、オッケー。次回予告。そう、覚えてくれた、でも。うん。覚えてくれたんで。ねだ気軽に全然絡んでいいですのでそうだけニコ生見たよーって何かあるんですよねニコ生見たよーで、うん、あの松井します松井じゃない松井ニコ生見たよーうんはいなるほどねそれでいいよ本当にされたらビビるけどね、うん、まあ次ね次か次かその次ぐらいにオーナーと2人で出るんで、うん、出そうでまた本当にあ18歳だってこれ18歳入れないですよ20歳からなんでさよならでもなく溜まり込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。